敷物は、広くは装飾、保存などのために、物の下に敷くすべてのものを、さすが、一般には主に、床上に敷く物を挿す場合が多い。座る風習の場合には、座り心地を快適にするのが、主目的であるが、椅子式の風習の場合には、室内を美化することと足触りを柔らかくするのが、目的である。絨毯は、所定の場所に固定して敷き詰めるもの。 ラグは、暖炉の先などに飾りに敷いたりする小型で人気の場所に、随時に敷かれるもの。マットは、大体粗末な材料で作ったもので、網状の足拭きや、玄関の靴拭きなどに用いられる。ヨーロッパにおける敷物は、トルコ、カフカズ、トルキスタン、ペルシアなどの遊牧民族の愛から起こった。そのカーペットは、砂漠地の人々にやんを与える花模様や、幾何学模様の色彩的な、 美しいものであった。中世の文化が北方に栄えてからは、住居の室内は板床が一般となったが、はじめはそれに敷物を敷く風習がなかった。十字軍の遠征によって、東方の文化と交渉が開けるようになってから、カーペットが移入され、珍徴品として扱われた。それ以来、しきりに東方民族の民芸品としてのカーペットやラックが、買い荒れされ、 広く愛用されるようになった。植物を編んで作った、むしろや、小座が、敷物のはじめのものといえよう。中世までは、上流階級の家でも床は板張りで、座るところに、個人用の敷物が用いられた。円座など植物を編んだ敷物を座居のために用いた、ことは、中世の絵巻物や、自社の長度に残されている。また、玄根のような、厚い畳を、 広い板の間のあちこちに配置して座布団のように使用した中世の生活様式は当時の絵画や文学などを通じても伺うことができる。その形態もむしろとは区別のつけにくいもので玄関のように床の厚い畳はその一種に過ぎなかったと思われる。畳を日常は取り除いて積み重ねておく風は現在も農村には残っており、天見大島ではこれを 石城と呼び、沖の選ぶ島でも、来客の際には、積み上げてある畳の内から、一枚かを運んできて、これに座らせる。畳が次第に、座敷以外の室にも敷き詰められるようになると、さらに座る時の敷物として、座布団が使用されるようになった。しかし、縁取りの御座を述べて、来客を迎える風は現在でも全国至るところで、見られる。次に、日本では、 敷物と寝具とは密接な関係を持ち工作している。他の室の床が板やすのこになってからも、寝室だけは土間で、もみ殻やわらしべを厚く積み上げ、その上にタ、猫田、猫座、猫袋、肉袋などと呼ぶむしろやご座を敷いて、敷布は持ち入るが、敷布団なしに寝る風がある。東海道異勢の団地では、板の間に猫座を広げて寝るが、起きれば、 これを畳むので、押しまくりと呼んでいる地方もある。ありがとうございます。